マージャンウォッチシンデレラリーグ選手紹介のコーナーです。今回は A ブロックの4人の方に来ていただきました。関西からねお二人いらっしゃってますけれども、回答に注目でございます。それでは早速質問していきましょう。せーの、どうはい。ということでね、高橋さん手配パンパン丸、手配パンパン丸です。鈴宮さん激推しどんどん丸なんかくっこんでしかもパンピンとパースを書いてますけど、これはまああれですね、こう膨らませてもう本当に安全牌も、ね、気がつけば安牌がいなくなってます。なるほど。鈴宮さんは結構ゴロだけでいきましたちょっと隣見てみたいな逆だこれ見てこっちができました。私は真似しました。なるほど。そして吉田さんがスピード重視かな、はい、結構こう泣いていくみたいな。そうですね、泣きますね。なるほど、はい。そしてゆずかさんが空気読み、はい、これはどういうことなんですか。これなんか馬強だったり、あとなんかその人の、まあ、打ち方じゃないんですけど、多分一杯切っただけで空気が変わる時ってあるんですよね、卓上の。なんかそういうのも結構大事にしてます。めっちゃいいこと言うやん。運営の空気読んでちょっと長引いたらちょっとやめようかなとか、そういう話ではない。それもした方がいいですかね。今後の課題にします。ちゃんとまあ相手の空気とかを読んでる。そうですね。馬強だったり空気だったり間合いだったりを読んで、全部こういう感じの空気読み。なるほど。はい。ありがとうございます。じゃあ次の質問いきましょう。せーの、ドン。はい。さあ、高橋さん、ゆるふわ前通、すみません、前歯、内田さん、顎、そして、ゆずかさん、我慢。ということでね。顎出ます。出ます。結構なんか、身体的なところが。歯出ます、顎出ます。でも出るとは書いてない。出るとは書いてない。なるほど、なるほど。まあ、高橋さんはこう、唯一のマージャン。あ。ゆずかさんもマージャンの方見てほしいですね。もう我慢って言いながらちょっと死んでるような感じですけど。いや、もう心の中はこうですよ。なんで我慢しなきゃいけないんだよ、クソが、あ、ちょうどいいって思いながら、もうマージャンは我慢が大事なゲームなんで。なるほど。ということですね。せーのと。じゃん。さあ出てきました。ちょっといろいろありますけどね。高橋さんのあるちゃんというのは猫ちゃんの名前ですか。はい、猫がうちにやってきました。お、結構じゃあいっぱい飼ってる。一匹です。実家には2匹いるんですけど、うちに来ました1匹。おお。赤ちゃん。アルチューって呼んでましたから。アルチュー。バレたー言うて。そして鈴宮さん、玉突き、玉転がし。いや、これはあれですよ。ビリヤード、ボーリング。ああ、危ないところでしたね。関西でこういう。なるほど、なるほど。すみません、ちょっとね、危ないところなんです。そんな意味じゃない。続いて吉田さんが辛いもの。辛いもの。あ、じゃ結構すごい辛いのいける。はい、限界に挑戦してます。全然表情変わんなそうですもんね。なんか。そんなことはない。なんかでも静かに汗が出てくるタイプ。はい。なるほど。そしてゆずかさんが麻雀ジム。はい。これ2つですね、麻雀とジム。あ、そうです、そうです。麻雀ジム。何やろうな。東京に。なるほど。で、麻雀でもやればやるほどハマるんで、本当に。今でもハマってます。おお、麻雀歴何年ですか。麻雀歴ですか。一番最初にやったのは多分小5、6。ああ、じゃあもう10年やってても。あ、まあ、まだ。6年ぐらいですか。6年。なるほど。えぐいや。意外にこの4人は面白いですね。はい、銭、お金いった金、もう見事に欲望にまみれて。はい、いやこれが真の姿かもしれません。はい。ね、かわいい、皆さんでも絵がうまいですよね。これかわいい。え、これうまいですか？大丈夫ですか？でもわかるでしょ。何かわかるでしょ。何かわかるっていうのは大事。口を捉えてる。顔面やばい。口がちょっと。口が。これは絶対捕まえたくないです。ごめんなさいよ。はい、というわけで、これでですね、皆さんのことが分かったでしょうか。詳しくはね、ぜひね、皆さんに会ってみたり、打ったりしてみてね、ぜひもっと詳しく聞いてみてはいかがでしょうか。というわけでですね、麻雀ウォッチシンデレラリーグは毎週火曜日12時から ABEMATV で放送中です。ぜひご覧ください。本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。